ゾウのジャンボジャンボは実在した著名なゾウの名前である。巨大を意味する言葉、ジャンボの語源となった。ジャンボはオスのアフリカゾウである。1861年に仏寮スーダンで生まれたが、そこからフランスに持ち込まれてパリにある国立自然史博物館附属パリ植物園付設の古くからある動物園で飼育された。1865年には ロンドン動物園に移され、そこで人を乗せる実演を行うことで有名になった。ジャンボという名前は、ロンドンでの飼育係により名付けられた。この名前は、スワヒリ語の挨拶である、ジャンボと州長を意味する、ジュンベを合わせたものと言われる。ジャンボの記念像1882年、ジャンボは、地上最大の賞を名乗った、バーナムベイリーサーカスの所有者 PT バーナムに、 売り渡されたバーアナムの宣伝により、ジャンボという名前は巨大を意味するようになった。ロンドン動物園では、ジャンボの体高は3.25メートルとされていたが、ジャンボ死亡の際には約4メートルであったと検伝された。ジャンボは1885年、カナダのオンタリオ州セントトーマスの鉄道駅構内で、機関車に衝突されて死亡した。バーアナムは、ジャンボが、 同じサーカスの若い像を機関車との衝突から守ろうとして代わりに犠牲になったものだと権限した。現在、事故現場にはジャンボの等身大の像が建てられている。ジャンボの骨格はニューヨーク市にあるアメリカ自然史博物館に寄贈された。一方、ジャンボの皮は剥製にされて数年間にわたりバーナムのサーカスの巡業に伴われた。その後、 1889年にバーナムはジャンボの剥製をタフツ大学に寄贈した。この剥製は1975年の火災で消失するまで大学内で展示されていた。またタフツ大学ではバーナムの寄付を記念してジャンボを大学のマスコットとしている。ありがとうございます。